はその生あのアンズの生フローズンヨーグルト、はい、こちらはあのソフトクリームのタイプのものになってて、はい、であのあとはヨーグルトシェイクですね、はい、それ飲むタイプのもの、はいはい、であとこのグリーンスムージーがもうすぐで出来上がるんで、はいはい、あ先ほど言ってたあの1日の1食分の食物繊維が取れる、おいいですね。でちょっと珍しいのがあの量り売り、はい、1g2.5円で、要はタッパーとか持ってきていただいたら、はいはい、こちらでお詰めして、はいはい、あのお客さんにお渡しするっていう、自前でできるかな。そうですね、はい、これもあのカップとかあの容器とかっていうのを、まあ、お客さんが持ってくることで、はい、あのちょっとお安くご提供してる形ですね。スタンプもありますね、はい、これはあの引き換え券ですね、コーヒーチケットみたいな形で、はいはい、このチケット自体を買っていただいて、あの次ご来店の時はチケットを渡していただくと、あのフローズンヨーグルトをお渡しするっていう、まあギフトとかそういうのもあの使っていただけたらと。こちらがあの生産者さんのコーナー、はい、あの先ほどあのうちのあのアンズに使ってる、はいはい、あのアプリコさんっていう、はいはい、あの千曲市のあの会社さんので作ってる商品で、これはあの大根なんですけど、はい、まるであのイカのスルメ食べてるみたいな、すごいこれ美味しいんで、結構これも人気の商品で、ホタテの貝柱みたいな。そうですね、これでもね全部大根出てきてるんで、すごい、美味しいんでまたこれも食べて、はい、健康食品ですね。こちらが、はい、一応あの今回クラウドファンディングやらせていただいて、はい、でそこであの要はクラウドファンディングで、今回はこのトグマスさんって方が事前にそのお子様の食べる分のお代をいただいてて、はい、素晴らしい。なんで今1200個分ぐらいはいろんな方が事前にお支払いいただいてるんで、はい、あの小学生以下のお子様は今フローズンヨーグルトは無料で食べれるんで、素晴らしい。そうまだまだいけますね。まだまだいけるんで、はい、あのぜひご家族連れてきていただいたら、お子様小学生以下の分は無料になるんで、はい、こっちがあの作家さんのコーナーみたいになってる、はい、これがハンドメイド の、 あのアクセサリーとか、はい、あとこれ先ほどお話したジビエレザーとかを使った、はい、あのブルーバーレザーさんという千曲市でやってらっしゃる作家さんの革なんですね。そうですね、はい、ご商品をちょっと任せてもらっております。素晴らしいですね。はい、こんにちは、長野インターネットオズグと申します。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、長野県は神山田町に来ております。はいはい、神山田町に美味しいアイスクリームのお店があるってお聞きしたので、はい、やってきました。はい、すいません、自己紹介お願いします。はい、今回あの戸倉神山田温泉であのフローズンヨーグルトのお店をあの出店させていただいた波佐間大輝と申します。波佐間さん、はい、よろしくお願いします。うちのアイスクリームは全部あの八ヶ岳 の、 あの生乳を使ったあのヨーグルトでできたヨーグルトのアイスクリーム屋さんになっております。ヨーグルトなんですね。そうですね、あの、乳酸菌が生きて入った、はい、あの生フローズンヨーグルトっていうのをあのメインの商品としてやらせていただいてます。生フローズン、はい、あの殺菌かけてないヨーグルトなんで、はい、あの生きた乳酸菌が入ってるっていうところで、うちのやつは BB12 って言って、はい、胃酸にも強くて生きて腸まで届く、はい、ビフィルス菌を使ってあの作っております。すごいあの腸活とかあのそういう腸に作用するヨーグルトで、と今地場の今回今の時期ですとヨーグルトにあのアンズを地元のアンズを使ったフレーバーのものだったり、それをまあ季節ごとにいろいろフルーツを変えてやっていこうと思っております。なるほど。お店のお名前教えてください。あ、はい、フロスタという名前で、あのフローズンヨーグルトスタンドっていう意味と、あとこちらあの神山田温泉なんで、はい、まあ、お風呂上がりのスタンダードな、はい、あのデザートになったらいいなっていうのでフロスタっていう名前をつけました。これがあのフロスタのちょっとマークになってるんですけども、はいはい、あのこちらのデザイナーさんの方にあのフローズンヨーグルトの画像を、ね、はい、送らせていただいて、はい、で
こう目つけたらすごい可愛かったんで、はい、今これがメイン の, あのシンボルとなって、あのお店の方も、まあのれんですとか外ですとか、はい、あのこのフロスタのマークをあの使わせていただいてます。今生アンズっていうんですか、はいはい、フローズンヨーグルト、はい、食べさせていただきたんですけど、 ありがとうございます。すごく美味しかったですね結構アンズの風味もちゃんと残ってるし、だヨーグルトも分かるんで、その結構相性がいいんで、まあ、フルーツとあのヨーグルト自体相性がいいんで、まあ、それをジマのものの、あの季節のフルーツを使ってっていうところ で、うん、でそのフルーツ自体は例えばあのアンゼスト丸で使えるけど、ちょっと、はい、あの形が悪かったり傷だったりっていうものは、それをピューレに加工したものをアイスクリームに入れるってことで、まあ、フードロスの対策ですとかそういうところにもあの着手できるんじゃないかなと思ってやっております。なるほど、はい、アンズの他には何か用意したことってあるんですか？そうですね、まあ、長野パープルですとか、うん、まあ、シャインマスカットですとか、まあ、もちろんリンゴですとか、まあ、全部ヨーグルトとも相性がいいんで、うん、まあ、それは季節ごとだったり、うん、その農家さんからあの提供していただく形で、うん、あのいろいろあのシーズンで変わってそのフレーバーの方はやっていきたいなと思ってます。今後どんなふうにこうヨーグルト販売していこうと思ってるんでしょうか？はい、フローズヨーグルトだけではなくて、はい、あの今あのこちらのコーナーで作家さんのコーナーとかもあるんですけども、はいはい、あの私の知り合いで戸倉の方で、うん、あのジビエの革を使ってジビエレザーであの、まあ、バッグとかお財布とか作ってるっていう、まあ、職人さんがいて、でうちの方はその、まあ、害獣駆除で出た鹿だったりっていうところの革をそっちは使って、うちはその肉を使って、でそのジビエを使った、まあ、スパイスカレーとかっていうのを、まあ、ここで出していけば、そのヨーグルトとかすごい相性がいいんで、はいはいはい、っていうのをまあやってったり、あとは一応今開発しているところなんですけど、もうすぐできるんですけども、はい、グリーンスムージーでそのヨーグルトと、あとオートミールや豆乳とかを使って、あと葉物に関しては、まあ、ほうれん草とか小松菜とかっていうのは、それは農家さんの方から提供していただいて、まあ、そのグリーンスムージーって1食で食1日1食分の食物繊維を補えるドリンクっていうのを今研究して開発してるんで、これはあともう少ししたら商品としてお出しできるところまで来てるんで、まあそれを一杯でランチの代わりになるような、うん、あ、はい、そういうものも今作っております。一応クラウドファンディングやらせていただいてて、はい、それのやつでアンズの目摘みみたいなのを、うん、まあ、要はお客さん一緒にバーベキューとフローズンと楽しみながら、うん、アンズのやつを摘んだりっていうのをちょっと企画はしてます、ね。実際現場行って、そうですね、農家さんとかのところで、はい、うん、まあアンズのその作業を手伝いながら体験っていうのを、まあ、できたらな。そういうなんかそういう情報の発信地になるってことですかね、やっぱり。そうですね、はい。千曲市全体的なところ、まあ、おバス停だったり、うん、おバス停の棚田もそうですし、はい、守りのあんずとかもそうですし、もうそういう体験型っていうこともこちらの、まあ、フロスタは、まあ、フローゼグッドのお店なんですけど、まあ、会社としてファイネスと合同会社っていう、今回、うん、4人で集まって合同会社を作らせていただいたんで、うん、その合同会社の方での取り組みとして、はい、まあ、その農家さんだったり農業っていうところと、まあ、密に関係して地域を活性化できたらなっていうのは取り組んでいきたいと思っております。今後どんなふうに展開していくんでしょうか？そうですね、やっぱり商品的なところを開発していきたいなっていうんで、まあ、お店に来て食べるだけじゃなくて、一応今こういうカップのものでインターネットで販売したりとかっていう、インターネットでもね、はい、あとは業務用のバルクで要は、飲食店さんとかに、まあ、卸売りもできるように今進めてはいるんで、まあ、一般のお客様だったり業務用だったりっていうのもちょっとこのフローズンヨーグルト進めていけたらなと、やっております。なるほど。
まあ、これからいろいろ大変かと思いますけど、希望にも向かって、夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、長野インターネットをすることと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。共同代表をしております田村さんに来ていただきました。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。で、このお店の特徴は、まあ、ただ単にヨーグルトをこう販売するだけじゃなくて、はい、多岐にわたって、まあ、構想があるというふうにお聞きしたんですけども、千曲市、もちろん千曲市以外も含めて、長野県は農産物豊かですので、まずはフルーツで、今回もあんずの味を1個してますけれども、あの美味しいフルーツをやっぱりあのコラボしていって、あのやっぱそれを地産地消で食べてもらいたいなというのがありますし、あともう一つグリーンスムージーみたいな形でより広い農産物をあの取り込んで、あの商品化をしていきたいなというふうに思ってます。それは田村さん の、 その、まあ、今回 の、 その合同会社に以外でも、そのいろんなその関わりのある仲間たちをこう、そうですね、今回合同会社の中にもあのさっきのグリーンスムージーを開発してもらっているフレスコカンパニーという方も入っていただいてますし、あとあのインターネット放送局でもよく登場してるんですけど、時給10円生活の林くんもあのミュージシャンでありながら時給10円であったりいろんなものを助けっていうふうにやってるので、彼のその、あのよりバイタリティとか、あの一緒だ人をこう助け合うような、あのそんなあの大切なことを含めて、あのいろんな形で混ぜていきたいなというふうに思って、そのメンバーで今回合同会社を立ち上げたっていう経緯になります。あのぜひあのその構想が形になるように、あのこれを、ね、見ていただいている皆さんも、あのこのアイス食べに来たりあのすることで関わってもらえて嬉しいなというふうに思います。ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。